1赤番ホール、後方4番友永上昇馬1番国立突っ張っていきますが一旦バックを踏んでいます。抑えて4番友永先頭、番頭3番内村、5番の北谷が3番手、そして7番の辻本がここは4番手切り替えていきそうだ。1番小暮は引いて5番手へダッシュを迎えます。さあ彼を引いて流して4番友永龍介先頭、2番手3番内村達也、5番の北谷亮3番手、7番辻本達也4番手、1番小暮優也はじっと5番手を追走してレースはこれから最終周回を迎えます。さあ前からピッチ上げて4番友永龍介の先行で2番手3番内村達也、そして5番の北谷亮3番手、ここで5番手1番小暮優也踏み込んで2コーナーから最終バック、小暮まくって現在3番手、持っていく3番の内村ですがアウトコース1番小暮優也まくり切った、このマークをがっちりと2番山田隆がつける、3番手を離れて4コーナーから直線、まくって1番小暮優也先頭、2番手2番の山田隆、小暮先頭でゴールインです。3着。さて4番手1番野口が動いて前2番友永を抑えに行きます。インコース2番友永が突っ張る、アウト1番野口の方がバックを踏んで4番手には7番武田が切り替えています。1番野口は引いて5番手、残り2周2コーナーからバックストレッチ、さあ5番手からもう一度1番野口が踏んでいく、前2番友永が突っ張っていくのかどうか、金がいった、アウトコースを前抑え込んで1番野口周平が先頭で、このマークに5番の梶原光、そして4番中山義人3番手、このインコースを粘っていく2番友永ですが、前1番野口がピッチ落とした、後方7番武田真一かまして最終周回、前を叩いて7番武田真一が先頭で、この2番取っていくのが1番野口周平、それから5番の梶原光3番手、4番中山義人4番手、2コーナーから最終バック、さあ先頭短期かましてかましが決まった7番武田真一、この2番追いつけるか1番野口周平、あとは5番梶原光で4コーナーから直線、先頭独走です、7番武田真一、あと2着争いですが5番の梶原光が突っ込んできてゴールインです。そして1番野口、北谷亮ファン TV、 お乗りください。
プラ定則です、はい、後ほど三振の子供ともありますのでお待ちください、はい、赤蛇頭の方を素揚げしておりますのでよろしければお塩をつけてお召し上がりください、はい、お刺身用の赤蛇使用しておりましてレアな状態に仕上がっておりますのでお早めにお召し上がりください、はい、ご飯味噌汁おかわり自由ですのでお答えいただけます、はい、失礼します。終点大垣、これください、炙りチャーシュー。はい。あの大垣競輪場に。大垣競輪場到着しました。大垣競輪ミッドナイト。頑張ります。Just keep buying。行ってらっしゃい。レースの発走となります。ここはライン2分線の攻防となりました。まあ、ラインとしては先頭走るのが7番の高橋選手に2番の郷地選手。この両者の2分戦、その中でも人気を集めたのが2番の郷地選手となりました。今日はライン4車の先陣役、しっかりと押し切りを決めますでしょうか。さらには1番の斉藤選手も人気の一角となっています。それでは第1レース、実況でお楽しみください。
福井市営大垣ミッドナイト競輪チャリオット杯最終日、オープニング第1レースはチャレンジの一般戦です。それでは対戦7選手1番から順にご紹介してまいります。1番栃木斉藤翔太、2番岡山郷地東太、3番福岡沢亀浩二、4番も福岡北に亮、5番愛媛菊池隆、6番群馬久保田敦、7番青森高橋瑞希。以上7名の対戦、第1レースチャレンジの一般戦です。第1レースチャレンジ一般戦の1つ目、ラインが2つに分かれていきそうです。人気は2番郷地東太を中心に集まっています。つける5番の菊池、3番沢亀西ライン発送します。さあ構えての号令がかかりました。号砲鳴って第1レースチャレンジ一般競争スタートを打ち飛び出して、2番の郷地東太から出ていきます。そしてこの2番と6番の久保田敦が続いて、1番斉藤翔太、3番手後ろ5番菊池隆が追っています。それから5番手に4番北に両追走で、7番高橋瑞希は6番手からのスタート、3番沢亀浩二が最後方から1車番と上げています。1周回目の3コーナーから4コーナーへと向かっています。2番の郷地東太が先頭、そしてこの2番手に上昇が5番の菊池隆、インコース6番久保田敦が並んでいきますが、うち6番の久保田ここでバックを踏んでいます。そして3番手には3番沢亀浩二追走で、後ろに4番北に亮、それから7番高橋瑞希が5番手になって、あとはこのマークには1番斉藤翔太、6番久保田敦が最後方に引いて、2周回目の2コーナーからバックストレッチ、これで1列棒上ライン2つ4対3。人気集めています。2番の郷地東太正攻法でマークに中四国、5番の菊池隆、そして3番沢亀浩二3番手、4番北に亮4番手、対する7番高橋瑞希が5番と追走で、マーク1番斉藤翔太、6番久保田敦の関東勢2人がつける東ライン。残り2周赤番の方、さあ後方7番高橋上昇ですが、まあ2番の郷地が突っ張っていきそうだ。7番高橋がもう一度5番手に引いています。残り2周の1コーナーから2コーナー、後ろ見ながら流して、2番の郷地東太先頭、2番手に5番の菊池、3番沢亀3番手打者を迎えます。そして7番の高橋は依然として後方ですが、踏み込んでいくのかどうか、ジャンの3コーナーから4コーナーです。前まで流して2番の郷地東太が先頭、2番手5番の菊池隆がつけて、3番沢亀浩二3番手、4番北に亮4番手、7番高橋瑞希はじっと5番手を追走で、あとは1番の斉藤、6番久保田最後方で、最終周回2コーナーからバックストレッチ、逃げる2番の郷地東太、この2番手が5番の菊池隆、さあ今度は5番手から7番高橋瑞希が踏み込んで、現在4番手から3番手かかっていきますが、これを3番沢亀が阻んで、4コーナーから直線コースへ向きました。先頭2番の郷地、2番手から5番の菊池ですが、2番の郷地に5番の菊池並んでいます。第1レースチャレンジの一般戦、ゴールは横に並んでの激戦でした。何やってんすか、レイチェル。シェラスコっすね。丸焼きっすよ。やっぱ豪快に男はやっぱ丸焼きしないとっすね。やっぱ、まあ、こんなとこでバーベキューしていいんか。バーベキューです。声が出ない。くったいください、一つ。誰だ、声が全然出ない。肉食べますよ今から。これ
レイチェルが焼いたこれ何の肉で？シェラスコです。レイチェルが焼いたあのお肉バーベキューいただこうと思います。あ、大丈夫ですか？今下行ったらさ、なんかそう、2時まで入れない。これ、このまま食べていいと？はい、食べてください。いただきます。うまそう。ライブソロだよ。ありがとうございます。うまい。おいしい。うまい。おいしいでしょ。焼き方愛情。愛情。愛情、愛情 100% のお肉です。多分この値段は食べれないです。うまい。食レポ上達した。相変わらず食レポはあれですけどね。でバターライスで普通の食れました。ご飯もあれ、出汁が入ってます。うまい。バターライス、はい、なんすかそれ。あ、そうなんすか。今度知ってください。これを、うん、これ一番おすすめですよね。名物止めてば、はい。あ、うまっ。おてふくもらいました。皮がパリパリでうまいっすよ。でもビール飲みたくないです。ビール飲みたくなるっすね。あったまる。今回のレースの裏話、レース中に起こった面白エピソードなどは北二条競輪会議室のライブでお伝えしております。競輪会議室メンバーとオフ会もやっておりますので、気になる方は概要欄からチェックしてみてください。ファン TV オリジナルグッズも販売しておりますのでよろしくお願いします。色もいろいろあるよ。ということで、 Just keep buying。 いってらっしゃい。